どんなに敵が強かろうと、どんなに状況が悪かろうと、全力で戦い、そして勝つ。これはエンタープライズが自分に定めた目標だ。もっともっと強くなったら、絶対にできるよ。はじめまして、指揮官。ユニオンの空母、エンタープライズだ。より強い戦士になるために、ここで多く学びたい。指揮官、助けてくれるか？指揮官、今日は何を学ぶのだ？さあ、今日もお仕事をしてお勉強するぞ！指揮官、よろしく頼む！ベスタル、私が少しかすり傷をつけただけで、あんなに取り乱して、ああいうのは全然大したことじゃないのに。落ち着いて、エンタープライズ。鍋が爆発しないように。あ、指揮官？今は、ベスタルから料理を勉強しようと。ああ！グレイゴースト？エンタープライズのことか！かっこいいと思う！ヨークタウン、ホーネット、そしてこのエンタープライズ。きっと、ユニオンのすごい艦船になれる！戦闘以外にも色々頑張っているぞ。レモンを食べるのは無理だ！イーグルちゃんみたいに大きくなって、ビッグEに早くならなきゃ。あ、そういう意味じゃないのか？艦隊の管理は大変だ。指揮官、私にも手伝わせてくれないか？私へのアドバイスか？ああ、ぜひ聞かせてくれ。指揮官のアドバイス、勉強になる。他の子にも、聞かせてるのか？ん？指揮官が今やったこと、よくわからない。よしてくれ！頭をポンポンされすぎちゃうと、背が伸びなくなっちゃうぞ！新しい任務か？はい、今準備して。あ、指揮官への任務か？任務完了。指揮官の役に立てて光栄だ。指揮官、メールを持ってきた。指揮官、今の戦闘での私はどうだった？何かもっと良くなれるところはなかった？指揮官こそ学ぶ必要があるのでは？指揮官、今日も訓練の指導をよろしく頼む。先に言うけど、手を抜いてはダメだぞ。どうして一番強い艦船になりたいって？一番強くなれば仲間たちを守れて、この戦いを終わらせることができるから。ヨークタウン姉さんも、ベスタルも、サラトガさんも、私に優しくしてくれて、ダメだ！全員に優しくされてどうする？指揮官だけでも厳しくしてほしい。みんなを守ったヒーローは一人ぼっちでいつしか忘れられるよね。私には指揮官がいるから大丈夫。
いつかエンタープライズの任務が全部終わっても、指揮官はそばにいてくれて、一緒に遊んでくれるよね。夜空に輝く星、あれは私たちがいつか目指す場所なのか。指揮官となら、エンタープライズはその夢、叶えられると信じてる。たとえあの星々と同じ数の敵を、困難を、乗り越えるとしても。これは、指揮官は、エンタープライズのことを認めてくれたのか？よかった。でも私、まだまだ学びたいことが、真のヒーローになれるまで、エンタープライズから、離れないでよね。軍事委託完了だ。十分な補給があれば、前線がもっと戦いやすくなるな。一番強いところまで、また一歩。エンタープライズ、エンゲージ！あ、帽子が！よし、今回も一番だ！負けた。悔しい！終わりよ！この程度、大丈夫だ。何回でも私が勝つよ。予想以上に強い敵、でも負けない。そう簡単に超えられないよ。エンタープライズの実力を見て。この程度の怪我、本当に大丈夫だから。真のヒーロー知りたい。アズールレーン。指揮官、ありがとう。感謝する。